宅建試験、これだけは絶対覚えとこう。都市計画区域、街づくりを行おうとする区域、これが都市計画区域。街づくりとは、ここには住宅街を作って、ここには商業地帯を作って、ここには工業地帯を作って、ここは田園地帯を残しておこうといったイメージ。今お伝えをした住宅街や商業地帯、工業地帯は建物を積極的に建てていく区域であり、市街化区域という。一方、田園地帯はできるだけ建物を建てないようにする区域、つまり田畑を守る区域、ここを市街化調整区域という。そして都市計画区域には、市街化区域にも市街化調整区域にも該当しない区域がある。そこを非線引き都市計画区域という。では誰が都市計画区域を指定するのか。一つの都道府県内に都市計画区域を指定する場合、その都道府県が指定する。2つ以上の都府県にわたって都市計画区域を定める場合、国土交通大臣が指定します。